脇坂、小川、朽木、赤座と寝返りの約定を取り付けた。小早川秀明もこちらに着く予定だ。そいつらの近くには義継が布陣しているはず。かつての友を追い詰めることになるぞ。義継の力は俺が一番知っている。奴は俺が嘆き手を抜くことを望んでいない。貴様の友もそうではないか。貴様は本当にそこまで割り切れているのか。戦場において地上は捨てるべきだ。死にたくなければな。言われるまでもない。俺は勝って生き抜く。泥をすすってでも徳川についてでも豊臣を守り抜く。どこまでも意固地な男だ。貴様の生き方には一生共感できそうもない。そのセリフそのまま返そう。